マチバコルアーは透明な容器に白いワックスがありますが、誘引成分はその白いワックスに練り込まれている。この問題は Twitter と YouTube の投稿で出題した時の正答率がマチバコルアー編の中で一番低く、なんと正答率4割でした。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。ニホンミツバチの捕獲では空の巣箱を置いておいて、ニホンミツバチに引っ越してきてもらう自然入居の方法が一般的です。ニホンミツバチの誘引に広く使われているのがマチバコルアーです。2014年に発売されて広く使われているのですが、誤解も多い商品です。今回はそんなマチバコルアーに関する知識をまとめてクイズにしました。正解がわからなくても詳しく解説をしていくので、この動画を見るだけでマチバコルアーの知識を得ることができます。知っておいて損はない情報ばかりですので、ニホンミツバチの捕獲にマチバコルアーの使用を考えている方はぜひ見ていってください。 Twitter や YouTube の投稿で回答してくださった方にも楽しんでいただけるように、内容を少しひねったり変えたりしていますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではスタート。はい、今回はマチバコルアーについて10問出題します。問題には丸か×かで答えてください。それでは早速いきましょう。まず第1問です。マチバコルアーは菌量片の誘引成分を化学的に合成したものである、丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。マチバコルアーは菌量片というものの誘引成分を化学的に合成したものなのでしょうか。どうでしょうか。はい、シンキングタイム終了です。正解は丸です。マチバコルアーは菌量片の誘引成分を合成したものです。週末予報チャンネルでもよく言ってますね。菌量片の誘引成分は10年ほど前に京都学園大学、現在の京都先端科学大学の研究グループによって解明されました。マチバコルアーは京都学園大学発ベンチャー企業の京都ニホンミツバチ研究所が製造しています。はい、続いて第2問です。マチバコルアーは透明な容器に白いワックスがありますが、誘引成分はその白いワックスに練り込まれている、丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。誘引成分はどこに入っているのでしょうか。マチバコルアー開けてみると白いワックスが見えるかと思いますが、その中に練り込まれているのでしょうか。はい、正解は×です。誘引成分は白いワックスの上にある水滴状の透明な粒です。この問題は Twitter と YouTube の投稿で出題した時の正答率がマチバコルアー編の中で一番低く、なんと正答率4割でした。白いワックスは誘引成分を乗せるための機材で、これ自体に誘引成分が練り込まれているのではありません。白いワックスの上を触ると誘引成分を拭き取ってしまうので、触れないように十分に注意してください。はい、それでは続いて第3問です。マチバコルアーを開封して巣箱に設置したらすぐにニホンミツバチが集まってくる、丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。マチバコルアーを開封して設置したらミツバチがすぐに集まってくるものなのでしょうか。菌量片の誘引成分はかなり効果がありますから、集まってくるんですかね。どうでしょうか。はい、正解は×です。実はミツバチが集まってこない時間の方が長いんです。菌量片は集合フェロモンでニホンミツバチを誘引します。菌量片の誘引成分を化学的に合成したのがマチバコルアーですが、ミツバチがフェロモンに反応する状態は限られているんです。巣の中で仕事をする働きバチはもちろん、花の蜜を集める係の働きバチも誘引されません。新しい巣の場所を探す探索バチと呼ばれる働きバチが誘引されます。しかし探索バチは分蜂時期の限られた期間にしか活動しません。なのでマチバコルアーにひっきりなしにニホンミツバチが誘引されるというわけではないんですね。はい、続いて第4問です。ニホンミツバチは分蜂すると周囲の木などに集合して蜂球を作ります。この蜂球にマチバコルアーを近づけるとニホンミツバチが集まってくる、
丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。待ち箱ロアを開封したら日本ミツバチが集まってくるかどうかで来なかったわけですが、さすがに分蜂中の蜂球に近づけたらなんか集まってきそうな感じがしますよね。はい、正解は×です。分蜂蜂球に待ち箱ロアを近づけても効果はありません。先ほどお話ししたように待ち箱ルアーは新しい巣を探す係の働き蜂を誘引します。分蜂して木などに固まった蜂球には中に女王蜂もいて安定した状態です。分蜂蜂球に待ち箱ルアーを近づけても反応することはありません。もちろん金鱗片を近づけても同じです。はい、続いて第5問です。蜜蝋を待ち箱に塗ると効果があると言われていますが、待ち箱ルアーと蜜蝋の併用は効果がない。丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。さあ、蜜蝋と待ち箱ルアーどちらも日本ミツバチを誘引する効果を持っていますが、両方使ったら効果がないんでしょうか。どうでしょうか。はい、正解は×です。待ち箱ルアーと蜜蝋が日本ミツバチを誘引する仕組みは違うので、待ち箱ルアーをつけても蜜蝋は塗るようにしましょう。はい、続いて第7問です。待ち箱ルアーは有効期限が45日間あります。有効期限が過ぎたらすぐに取り外した方がいい。丸か×か。はい、それではシンキングタイムスタートです。待ち箱ルアーの有効期間が過ぎたらすぐに取り外した方がいいんでしょうか。それともそのままつけておいていいんでしょうか。効果はあるんでしょうかね。はい、正解は×です。温度など利用環境によっては有効期間が過ぎた後でも誘引成分が残っている場合があります。積極的に取り外す理由もないのでそのままつけておいてください。誘引力が残っていれば遅い時期の分蜂群れを誘引できる可能性もあります。分蜂が多く発生するのはその地域で分蜂が始まってから1ヶ月ほどで、次第に数は減っていきますが遅めの分蜂群れを捕獲できるかもしれません。はい、続いて第8問です。待ち箱ルアーの表面についている誘引成分は雨で流れてしまう可能性があるので、使用するときは濡れないように設置した方がいい。丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。誘引成分は雨で流れてしまうんでしょうか。それでも雨でも流れないのかな。どうでしょうか。はい、正解は丸です。待ち箱ルアーの誘引成分は雨で流れてしまう可能性があるので雨対策を行いましょう。屋根がついている巣箱では屋根の下に待ち箱ルアーを入れても大丈夫です。巣箱の側面に画鋲などで待ち箱ルアーを取り付ける場合は、待ち箱ルアーが入っていた袋を切ってかぶせると傘の代わりになって雨を防ぐことができます。以前に公開した待ち箱ルアーを詳しく紹介した動画で傘の作り方を詳しく紹介していますので、ぜひそちらも見てください。はい、続いて第9問です。待ち箱ルアーを巣箱に取り付けるタイミングはその地域で分蜂のピークが来てからである。丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。待ち箱ルアーを取り付けるタイミングは分蜂のピークが来てからの方がいいんでしょうか。それとももうちょっと早くつけた方がいいのでしょうか。正解は×です。分蜂のピークが来てから待ち箱ルアーを取り付けるのでは遅いです。その地域で分蜂が始まる少し前に取り付けるようにしましょう。待ち箱ルアーの有効期間は45日間ですが、分蜂が起こり始めてから1ヶ月で大部分が終わってしまうんです。待ち箱ルアー1つで十分に分蜂時期をカバーできるので、自分の地域より少し暖かいところで分蜂が起こり始めたら取り付けるようにしましょう。例えばこちらは京都の北の方で少し寒いので、関西の南の方に比べて1週間くらい遅く分蜂が始まります。なので関西の南の方で分蜂が起こり始めたら待ち箱ルアーを取り付けるようにしています。
分蜂の発生状況については週末予報が提供している分蜂マップをご覧ください。全国から寄せられる分蜂の報告をリアルタイムで見ることができます。地図に表示されるようになっているので、お住まいの地域の状況がよくわかります。分蜂マップは概要欄のリンクからアプリをダウンロードしてください。はい、続いて第10問です。マチマコルアーを分蜂時期に合わせて巣箱に取り付ければ初心者でも8割の確率で捕獲できる、丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。ニホンミツバチの捕獲は難しいと言われていますが、マチマコルアーを使えば8割も捕獲できるんでしょうか。8割っていうとかなり高いですね。はい、正解は×です。ニホンミツバチを飼育していない初心者の方の捕獲率は1割程度なんです。ニホンミツバチの捕獲はそう簡単ではありません。飼育群れがいない初心者の場合、周囲にニホンミツバチが生息しているかどうかも分かりません。目安として捕獲率は1割程度と考えておきましょう。最初の一群れを捕獲するのはとても大変ですが、一群れ捕獲して越冬させて、次の春にその群れから出てくる分蜂群れを強制捕獲をすれば、二群れ、三群れと増やすことができます。はい、以上がマチバコルアーに関する知識10問でした。皆さんの成績はいかがでしたでしょうか？ぜひコメント欄から点数を教えてください。ちなみに Twitter と YouTube の投稿の平均点は80点でした。今回のマチバコルアー編の他にも、分蜂編と自然入居編、強制捕獲編、禁猟編編も出していますので、まだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っておくので、そちらもぜひチャレンジしてください。今回と同様、ニホンミツバチを捕獲するために知っておきたい知識ばかりです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。週末予報チャンネルでは、ニホンミツバチの捕獲シーズンに向けて捕獲に役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が参考になった、面白かったっていう方はぜひ高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。